ウパーパカンパニーのあゆてるです。よろしくお願いします。今回もイラストメイキングやっていきたいと思います。今回はこちら、海牛少女ってタイトルをつけたかな。はい、つけました。でこの絵を描いた経緯なんだけど、なんで描いたんだったっけな。確かね、モンスターの方1日1匹投稿してた時に、今はもうちょっとやめちゃったんだけど、またお前すぐやめたんかいって話なんですけども、まあ5月いっぱいやってちょっとぐらいで、やる1ヶ月ぐらいで終わったんですね。でそれの最後のキャラが確かウミウシだったと思うんですよ。最後だったか1個前だったか、ウミウシ書いて、それを書いた日と同じ日に書いてます、これは。だからなんかウミウシがとにかく書きたかったんだろうね、この時。だからこの絵を描き始めた日とあのウミウシのキャラを描いた日が一緒なので、そういうことです。説明になってないけども、それで書いてましたね、これはね。でなんかね、最近 SNS 上げてなかったから、とりあえずなんか書かないとなと思って書いた絵なような気がするかな。でパーッとなんかウミウシの上走ってるやつ書こうかなと思って書いた感じですね。なんかずっとこれ書きたかったっていうよりは、その時パッと思いついてわーっと書いたっていう感じでございます。はい、ということでいつも通りペン入れから始まっておりますが、ペン入れここで終わりになりまして、ファンボックスの方のお知らせでございます。ファンボックスね、私も今これ声取る前に、活動報告今ファンボックスで上げていきました。1週間に1個はね最低、コンテンツが上がっていくようになってますので、ぜひぜひねチェックしてみてもらえればなというふうに思っております。でこっから塗り作業に入ってまいりましょうということで、これ絵をこの絵を描いてる時にね、結構ね多分あんまりメンタルがね頑張ろうっていう感じではなかったんで、いつも結構なんていうのぼかしを使って塗るんだけども、時短というか、ぼかし使わず完全にアニメ塗りでやったらどういう感じになるんだろうっていう風に思って、この絵はぼかし多分チークぐらいしか使ってないんじゃないかなっていう風に思います。背景も全部ぼかしなしでカーッと描いたかなっていう風に思ってます。まあなんか描く気力があんま出なかったから、あこっちの方が早く終わるだろうっていう気持ちもあったけども、その試しにぼかさずいったらどんな感じになるのかみたいな、なんかそれでも別に見栄えそんなに悪くなくていけるんだったら別にぼかす必要なくねこれからみたいな感じの気分で言ってますね、これ。そうですね、でもやっぱりね、ぼかし、まあ、なくても成り立ってるとは思うんだけど、全然今回のこれを見るとね、でもまあやっぱりちょこっとね入れるぐらいがいいかなみたいな、そこの塩梅を見ながら今は書いてますね。うん、とりあえずこれはぼかさずにガーッと書いたっていう感じなんですが、まあどういう塩梅でやっていこうかっていうのはまだ今も考え中でございます。そして、背景の方入っておりますね。でこのキャラのね色もね、僕キャラクターデザインするとき色を一番悩むんですよね。なんかね色選びが別に嫌いなわけじゃないんだけども、これでいいのかなって最後まで悩んじゃう感じなんですよね。でこういう背景の海を今回結構うまく描けたと思います。ということで、申し上げて今回終わりになりますので、ここまで誠にご視聴ありがとうございました。